く泊まってるみたい。へぇ、えーカリフラワー、はい、ロマネスコ、黄色い株の木株、ほうれん草、ミニ人参に、ポアローネギに、ハタマネギ、これだけを煮込んで、上にトリュフを乗せて、最後にスープをこれからお出しします。これはあの鶏のお出汁のスープですね。最初的にしてきまよ。これはあのフォークスプーンナイフ全部使っていただいて、それと小さなスプーンつけて、これはあの粒マスタードでちょっと味変ができるんですけど、最初そのままお召し上がりいただいて、途中でこう入れると少し味が変わってまた2種類楽しめます。そうだ、俺昨日の日次の日からやっちゃった。さんのあんこを使うんですね。これ下に焼き上げたものが下にございます。で上にはシューファルシュというそのロールキャベツ、中にオマールエビとホタテ、キノコのソテー、これもキャベツに包んで焼き上げてくると思うんですよ。でソースはこのオマールエビ、エビのお出汁のクリスタス、濃厚なソースです。メインディッシュ、カモのステーキなんですが、フランスバルバリー種というですね、ちょっと上級の種類のメスのカモのステーキ、すごく柔らかくて少しジューシーな。で細長くあるのはタルトタタンというリンゴのタルトなんですね。下にパリティッシュと上は焼いたリンゴにカルバドスとキャラメルをする、ちょっとほんのり甘く、実はこれがお肉とその青で一緒に食べてください。でフォアグラをしました。でソースが赤ワインのソースと、サラダは下がチコリーですね。で中にエンダイブというハーブのサラダ、これにクルミの実とブルーチーズ、最後シナモンのパウダーです。でこれは福井県の大麦と玄米を使って、で中に数の子と木の芽を絡めたリゾットですね。で上から振りかけたのはカラスミ、ちょっと見えないんですが、一番下に卵黄、卵の黄身を魚醤とナンプラーのソースを漬け込んで下にしておきます。こんな感じ、匂いがいいや。これイチゴですけど、一番下イチゴとバナナ、裏ごしして作った冷たいソース、その上ちょっと浮いてますけどメレンゲです。サクサクとマスカルポーネクリーム、バニラのアイスに甘王のイチゴです。富山のブリカマ弁当と、あと富山のお酒を